ハーレーダビッドソン倉敷の亀田です。今回はですね、今話題の新型 CVO ストリートグライドをご紹介したいと思います。大幅なアップグレードが施されており、ハーレーダビッドソンの歴史に名を残す車両に仕上がったんではないかなと思います。バッドウィングフェアリングやフュエルタンク、サドルバックなんかも全く異なる形状となりましたね。なんといっても大型ディスプレイを搭載したコックピットと 1977cc の排気量を誇るミルウォーキー8 VVT121 キュービックエンジンが見どころですね。車両にまたがるたびに特別なバイクを運転している自分に惚れてしまう、そんな車両に仕上がったのではないかなと思います。それでは車両情報をご説明していきたいと思います。名称は FLHX-SE ということで今までと同様となります。カラーはこちら、ダークプラチナピンストライプとなります。エンジンはミルウォーキー8 VVT121 キュービックエンジンですねが搭載ということで 1977cc となります。ほぼ 2000cc に迫る大排気量ですね。 VVT というのがですね、今回ハーレーダビッドソンでは初めてとなる可変バルブタイミング機構を採用しております。ミルウォーキー8117も、すごいエンジンだったんですけど、さらに飛躍したエンジンに生まれ変わりました。シート高は 715mm ということで、以前の CVO が 690mm だったので25mm ほどちょっとね上がってはしまったんですが、サイドの部分がすっきり、した形状になっているので、またがった感じさほど足つきはね変わらないように思います。また後ほどまたがっていきたいなと思います。で、あとは重量ですね。こちらが 380kg ですね。以前のモデルからでいくと 13kg ほど軽量されております。で、タンクの容量は 22.7L なんで、容量は同じですね。で、タイヤサイズなんかも、前後ろ同じようになっております。それではちょっと外観から説明していきたいなと思います。まずはフェアリングからですね、大きく形状が変更されました。さまざまな分析から開発されたこちらのシールドはライダーの疲労を軽減し風当たりを和らげてくれる効果があります。はい、あとはフェアリング内側ですね。こちらの調整可能なエアロバイザーによって空気の流れを調整でき快適性が高まります。で、次ヘッドライトですが、ヘッドライトも形状が大きく変わりました。トレンドを意識した革命となりまして、力強さがありますね。で、シームレスに統合されたこちらね、フル LED の、ライディングパッケージはですね、視認性を最適化しターンシグナルを統合しバッドウィングフェアリングのラインを際立たせ、昼夜を問わずすぐにね CVO と分かる独特の外観を作り出します。で、下側にはねアジャスタブルのこちらがディフレクターも追加装備されておりまして、巻き込み風も調整可能となります。これねちょっと動くようになってます。はい、で、次に、足回りですね。 47mm の新型倒立フォークとなります。で、あとはこちら、ラジアルマウントの4ピストンブレンボキャリパーと、あとはこちら、320mm のデュアルフロントディスクブレーキを搭載しております。操作感覚と全体的なブレーキ向上、ブレーキ性能が向上しております。で、ホイールは、19インチキャストホイールとなります。で、タイヤは今まで通り、タイヤサイズ 130-60B19 ということでダンロップのタイヤが採用されております。では次はエンジンですね。冒頭でご紹介した通り 1977cc の排気量を誇るミルウォーキー 8VVT121 キュービックエンジンです。可変バルブタイミング機構を採用しております。吸気経路の改善とパフォーマンスエキゾーストシステムを備えた一部水冷化されたシリンダーヘッド冷却システムの改良を加え、パフォーマンスアップが図られているようです。ミルウォーキー8117エンジン比で約 8% のトルクアップと最大出力は 9.5% アップとなります。さらに VVT によってパワーバンドを広げトルクマネジメント効率を高めたことで従来モデルよりも約 3-5% の燃費向上も実現しております。熱対策も抜かりなく
排気バルブに焦点を当てた冷却システムの改良により停車時や低速走行時の快適性も向上しております。ラジエーターもねだいぶ大きくなりましたね。タンクは形状が変更となりましたが容量は 22.7 リットルと以前と同じとなっております。タンクの、ね、形状はちょっとこうエッジが効いた感じで形状が変わってますね。でタンクキャップも少し変わりました。レバーをこのように、ね、引くと開くように、変わっております。でタンクコンソールには CVO の文字とバーンドシールドのマーク、でタンクエンブレムはシンプルなデザインとなりましたね。はい、あとはこちらシート、こちらも分割式のシートから一体シートに変わりまして、まあ、全く新しいプレミアムシートとなっております。アルカンターラの、となりまして高級感が、ね、ありますね。あとは CVO の刺繍も入っております。ハンドル、ステップ、シート、こちらのライダートライアングルの最適化が図られておりまして長時間のライディングでも疲れない設計となりますね。フェアリング、タンクと流れるようなデザインの締めくくりとしてどっしりとしたサドルバッグとなりまして容量も増えております。リッドにはロックフォードフォズゲートのステージ2スピーカーが装備されております。ゴージャスですね。中はこのようになっておりまして、ちょっと膨らみが出た分ね容量がだいぶ増えてるんじゃないかなと思います。でこちらの部分にも CVO のマークがさりげなく入ってます。サドルバッグの側面の方にも CVO の文字が入ってます。でリアフェンダーはこちらのね以前よりも短くなっておりまして、トレンドを意識したパフォーマンスバガー風なデザインとなります。リアもフル LED のターンシグナルとテールランプとなります。かなり明るく、そしてくっきりと分かれております。後ろから見ても一目で新型 CVO であることが分かりますね。リアブレーキは単一の4ピストンブレンボキャリパーとなります。300ミリのローターを搭載しておりまして、でホイールは18インチのキャストホイールですね。タイヤサイズは同じく180の 55B18 となります。でリアサスペンションですが、こちら新しいリモートアジャスタブルリアショックとなっておりまして、先代モデルと比較してもトラベル量が 50% 向上しておりまして、ライダーの快適性を大幅に改善しています。アジャスターも先代モデルまでは左サドルバッグを外さないとアクセスできなかったので、まあ、この位置に来たことによって操作性も良くなりました。最後にディスプレイですね。新しいスカイライン OS を搭載した全く新しいインフォメントテクノロジーが導入されております。こちら 12.3 インチの TFT カラータッチスクリーンですね、はビューオプションで一応カスタマイズ可能となっておりまして、Apple および Android デバイスとも互換性ありです。 Wi-Fi によりデバイスと接続できまして、ワイヤレスヘッドセット用の Bluetooth レシーバーもシステムに内蔵で、こちらにですね、Type-C の接続も、備えておりまして、で高性能なロックフォードフォズゲートのステージ2フォースピーカーオーディオシステムも搭載しております。スイッチ周りも大きく変更がされました。結構ね、今までの CVO のスイッチとパンアメリカのスイッチを合わせたようなスイッチの配置になっているかなと思います。左側はね、このような感じですね。こちらはディスプレイの操作ボタンになってます。で、ウィンカーのマークとホーンのマークなんかは、近い位置にあると思いますが、クルーズコントロールのスイッチのデザインもちょっと変わってますね。でハイビームもここにスイッチがあります。もはやね、こちら車のディスプレイみたいな感じですよね。でメニューからいろいろな設定が可能となっておりまして、まあ、こちらはオーディオを接続すると、ここでねいろいろな Bluetooth だったりだとか、まあ、ラジオ、カープレイの時の音楽の画面などが表示できるようになってます。
で、車両の情報なんかはね、まあ、一応ここでバイクのロックができるようになってたりとか、でインフォテインメントのオンオフができるようになってたりだとかっていうのが設定できます。あとは、設定画面で、いろいろな、まあ、オーディオの設定であったりとかメーターの表示の設定、ライドモードであったりだとか、いろいろな設定がねここでできるようになっています。グリップはアドバーザリーコレクションで、こちらね CVO 特別仕様となりまして、グリップエンドにヒートグリップの温度調節スイッチが内蔵されております。でステップも、このあたりね同じくアドバーザリーコレクションの CVO 特別仕様のカラーリングとなっています。レバーブレーキの方だけ、こちらですね、アジャスタブルのレバーとなっておりますので一応調整可能な機能も装備されています。またがった時のポジションはこのような感じですね。まあ足つきですがかかとは一応ついておりますので、まあ先代のモデルとあまり変わらない足つきになるかなと思います。でシートはねちょっとこう低反発なちょっと固めなシートとなっておりますが、まあ、ショックが前後ろ、だいぶアップグレードされていると思うので、実際に乗り心地なんかはねすごくいいんじゃないかなと思います。新型 CVO ストリートグライドいかがでしたでしょうか。アップグレードがねすごすぎて正直ついていくのがやっとというぐらいもう機能がね追加されているんですけれども、まあこちらの CVO やはり手に入れたくなりますよね。こちらの新型ストリートグライド、まあ、気になった方はぜひハーレーダビッドソン倉敷にお問い合わせください。以上、亀チャンネルでした。